嫁です。今回はすごいことが起きたので動画撮ります。申し上げます。俺の偽物が。現れました。夫一人目が話し始めましたね。果たしてこっちが偽物なのか。そしてもう一人も話し始めましたね。こっちが本物なのか。さて自己紹介するので本物を当ててみてね。わら。おっと両者同じ挨拶。まさにドッペルゲンガーか。それを見て上昇する子だ。春黒幕はお前か。そしてここで白猫さんも挨拶。さて自己紹介も終わり。今日のメインディッシュに入ります。わら。ここで緑よね必死のアピール。それは届かぬ思いなのか。青よねかすかのアピール。これが猛者の余裕なのか。一度病院で見てもらった方がいいわね。わかった人はコメント欄にデスコメントお願いします。ちなみに理由もあると説得力増すで。小田春さんは右と予想。その運は吉と出るか凶と出るか。緑よね頑張るな。もっと落ち着こうぜ。落ち着け。白猫さんも青よね予想。第5さんか否かってな感じで予想募集します。出た人には何かプレゼントしようかな。よし、後で登録してくれた人に何か買します。わら。おいでまたのー。ご視聴ありがとうございました。今後も、様々な動画を配信していくのでぜひチャンネル登録お願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。